調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方々にお話を伺います。今年から前編後編2回に分けて30分にわたりお送りをいたします。今年の9月には待ちに待ったラグビーワールドカップが日本で行われます。ここ調布でも開会式開幕戦を含め8試合が行われる予定です。本日のゲストは前編に引き続き調布市生活文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック担当部長の小林達也さんにお話を伺います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。前編ではラグビーワールドカップのこと、チケットの買い方、ボランティアの参加の仕方、その他調布市の取り組みについてお伺いをいたしました。前編の内容は調布市民放送局のサイトでも開けますので、調布市民放送局と検索の上皆様にもご覧いただきたいというふうに思います。後編はラグビーの楽しみ方や小林さんの個人的なことなどもお伺いしたいと思います。まず前編でもお聞きしましたように、今年はいよいよラグビーワールドカップが日本で開催されます。サッカーに比べて日本ではラグビーの競技についてあまり知られてないというふうに思われます。まずラグビーの魅力についてお伺いしたいと思うんですが。はい、私もそれほど詳しくはないんですけれども、はい、まず、ラグビーの魅力といいますと、やっぱり大きな男たちがですね、面からこうぶつかり合うという、迫力ですよね、そこがまず魅力の一つと言えると思います。でそれと見た目でなくてこの内面の話なんですけども、はい、ラグビーを語る際にはそのワンフォアオール、オールフォアワンというふうな表現よく使います。こちらはそのチームの全員が味方のために自らを犠牲にしてひたむきに楕円のボールを追いかけるという、姿ですよね。見ていると感動するんですけども、その精神、向かっていこうとするその精神がまさにその一人はみんなのために、みんなは一人のためにという言葉に集約されるのかなという、それが魅力かなというふうに思います。それとノーサイドという言葉もラグビーを語る上でよく使われますけども、はい、激しい戦いが終わって、その試合が終わればですね、敵味方なく、お互いの健闘を称え合うと、まさにこのノーサイドということですよね。ですからそれもラグビーの魅力を語る上では欠かせない言葉かなというふうに思います。その魅力あふれるラグビーなんですけども、今回のこのラグビーのワールドカップという大会はどういう大会なんでしょうか。はい、今回で9回目になります、はい、で第1回が1987年、に行われまして、そこから4年ごとに開催をされて、一つ前の2015年の大会の時には五郎丸選手の活躍とかもあってですね、非常に盛り上がったという、ご記憶の方も多いかと思います。で、チケットの販売枚数、これがおよそ250万枚とかですね、それからテレビの視聴者数が世界中で40億人とかですね、我々がその考えられないようなものすごく大きなスケールの大会ですね、世界三大スポーツイベントの一つというふうに言われています。オリンピック、サッカーのワールドカップに次ぐ大会ということになるんでしょうかね。そうですね、ほぼそれと同格の大会ということが言えると思います。それだけの多くの方が見るスポーツなんですけども、はい、なかなかこうルールがですね、皆さんにこう知り渡ってないかなというふうに思うんですけども、ラグビーのルールを知らない人にもこう楽しめるような方法ってあるんでしょうか。そうですね、やはりそこが一番難しいところだと思うんですね。で一番いいのは、実際に試合を見に行くとか、あるいはテレビでもいいんですけども、その際に、ラグビーに詳しい方が近くにいて、ルールを解説してもらえるというのが一番いいかと思うんですけども、最近いろいろなその解説のためのプログラムっていうんでしょうかね、が例えば YouTube とかに載っていたりとかですね、漫画になっていたりだとか、いろんな例がありますので、ぜひ興味があればラグビールールとかですね、いう形で検索していただけると簡単に見ることができるかなとも思います。ここ調布市では、2020年来年ですね、東京オリンピック・パラリンピックの競技大会の中でも7人制のラグビーが行われる開催の場所になってますよね。この7人制のラグビーと今回のワールドカップっていうのはやはり大きく違うんでしょうか。そうですね、まずよく誤解される方がいるのは、人数が少なくなった分フィールドが
まあ、小さくなるんじゃないかと思われがちなんですが、うん、全く同じ大きさなんですね、うん、で人数が半分になるわけですから、うん、まあ、それだけ一人一人が、まあ、走る距離が長くなるという形になりますね、よりこうスピードが求められたりですとか、うん、大きなぶつかり合いというのはそれほどないかと思うんですけども、うん、その分スリリングな、ね、展開が期待できるかなというふうに思います、うん、試合時間なんかはどうなんですか。非常に短いんですね。短いんですか、はい、7人で40分やると倒れちゃいますので、うん、まあ、非常に短い時間で、行われて、うん、で一方でその女子もオリンピックございますので、うん、男子チームも女子チームも、うん、非常に日本チーム期待できるかなというふうに思いますので、うん、はい、応援していきたいと思います、うん、今年来年とラグビーは2年続けて調布では楽しめるわけですね、はい、そうですね。その会場となります東京スタジアムですけども、はい、この東京スタジアムへの行き方というのは何か変わったところが出てくるんでしょうか。はい、最寄り駅になりますのは京王線の飛田給駅、はい、実際に行かれた方も、うん、多いかと思いますけども、うん、まあ、そこが一番の最寄りになりますが、うん、一つ隣の西調布駅からも、あるいはまあ調布駅からも、まあ、歩くことはできるかなというふうに思います、うんうん、まあ、加えまして、大会期間中、まあ、試合の開催されるときはですね、シャトルバスがいろんなところから走ってるんですね、うん、で例えば調布駅、京王線ですと調布駅、それから、JR の中央線ですと武蔵境駅、うん、それから武蔵小金井駅、うん、西武玉川線ですと多摩駅ですね、うん、それから、小田急線の狛江駅という形で5つの駅が、うん、からシャトルバスが走るという形になります、うん、はい、まあ、どこからでもスタジアムには来れるというところですけども、ね、はい、ぜひとも来た人には調布で一回こう立ち止まっていただいて、そうです、ね、ね、すぐにお帰りにならずに、はい、調布で楽しんでいただきたいですね。そうですね、シャトルバスを使って調布に向かっていくというのも一つかなというふうに思います。そのスタジアムで今度観戦するときなんですけども、はい、この観戦するときの注意点とか、またしてはいけないことってみたいなあるでしょうか。はい、昨年の11月のですね、日本代表対、ニュージーランド戦の時もそうだったんですが、はい、かなり混雑が予想されるんですね。ですからあまり試合ギリギリの時間に、例えば飛田給駅についてもですね、なかなかその会場までたどり着けないというふうな状況もあろうかと思いますので、なるべく早めに会場の方に向かっていただくというのが一つかなというふうには思います。それはセキュリティチェックが厳しいでしょうか。そうですね、今までの、まあ、代表戦以上にですね、うん、大会本番になりますとそのより、まあ、セキュリティチェックも、まあ、厳重になってきますので、うん、なかなかスタジアムは近くに見えてても中に入れないというふうな状況にもなろうかと思います、うん、なるほど、はい、今度スタジアムの中に入って、はい、禁止されていることとかっていうのはあるんですか。そうですね、例えばラグビーのを観戦される方って比較的その紳士淑女が多いというふうには言われてるんですね、うん、まあ、サッカーの場合は例えばフーリガンとかいうのが、うん、まあ、数年前話題になったりしましたけども、うん、まあ、ひたすらビールを飲みながら応援をしているというふうな形で語られることが多いので、うん、大きくその会場がこう大騒ぎになるということは、うん、まあ、ないとは思うんですけど、うん、まあ盛り上がりはもちろんありますけれどもね、はい、なので、まあ、そうは言っても試合の展開によってはこう興奮したりですとかいうこともありますので、あまりこうエキサイトしすぎずですね、まあ、試合そのものあるいはワールドカップ本番の雰囲気というものを楽しんでいただければなというふうに思います。観戦する人は格好はどんな格好で行けばいいんですか、はい、自国のこう何かユニフォームでやっぱ着るんでしょうか。そうですね、まあ、ユニフォームは楽しんでいただくための一つの重要なツールになるかなというふうに思います、うんうん、加えまして例えばフェイスペインティングとかですね、はい、いう形で、自分の国の国旗をこう描いたりですとか、うんうん、いう方も非常に多いと思いますので、さまざまこう思考を凝らしてですね、うん、会場の方に行っていただければと思います、うんうん、はい、まあ、日本の代表の試合じゃなくても相手の国のこう国旗をフェイスペインティングしたりとかして ね、はい、楽しむと面白いですね。面白いですね、はい、ラグビーではこれはこうニュージーランドによく見られるんですけど、はい、ハカっていう踊りをこう、はい、試合の前にやるじゃないですか。そもそもハカっていうのはあれは何のための踊りなんですかね。あれはですね、もともとはそのニュージーランドに住んでいるマオリ族というその方々が例えばその戦いの前ですとか、うん、さあやるぞ
っていう時にこう踊りを踊ると、うん、例えばその舌を出したりですとか、うん、あるいはこう体を叩いたりというふうな形で、まあ、自らこう鼓舞するっていうかね、うんうんうん、いう形で、まあ行われていた、うん、でそれがラグビーのニュージーランド代表の試合でも行われるようになって、ちょっと調べてみたんですけれども1905年ぐらいからもうその試合の時に行っていたという歴史があるそうで、もう100年以上ってことですかね、いう形になろうかなというふうに思います。対峙する相手国はどうしてたらいいんですか、その時は。そうですね、さあ行くぞって言われて逃げちゃうとラグビーにはなりませんので、うん、正面からそれをこう見せるという形が基本かと思います、うん、で一方ニュージーランド以外もですね、先ほど申し上げたそのマオリ族の流れを組む、まあ、国々、ポリネシアの国々ですね、うん、例えばサモアですとか、うん、フィジーですとかトンガといった国々でもその独自の墓が、うん、ありますので、まあ、ニュージーランド以外もそういった楽しみができるかなというふうに思います。なるほど、はい、そこもまた楽しみの一つでありますね。それでは、次はですね、小林部長のですね、はい、個人的なことを少しお伺いしたいなと思うんですけども、はい、調布市の中でラグビーの担当、オリンピック・パラリンピックの担当ということでございますけども、はい、そもそも市役所の方にはいつからお勤めになられてるんですか。はい、私は他の仕事を経験した、まあ、いわゆる経験者採用ということで、うんうんうん、平成17年に市役所に入りまして、うん、今年で14年目という形になります、うんうん、これまではどんなお仕事をされていらっしゃったんでしょうか。はい、市役所に入る前は直近は教員をやっていました、はい、でそこからまあ転職をして市役所に行きましたけれども、はい、まあ、市役所に入ってからは、まあ教育委員会ですとか、うん、あるいは秘書課にもおりました、それからちょっと外に、2年間ぐらい出てた時間もあるんですけれども、うん、戻ってきてからは生活文化スポーツ部と、うん、それからまあオリンピック担当という形になっております。うん、外というのはこう出向かなんかされたんですか。そうですね、東京都市長会とこういう組織に2年間出ておりまして、うん、そこでもっぱらシティプロモーションとかですね、うん、その辺を研究するという立場にいました。うん、はい、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、残念なことに終わりの時間が近づいてまいりました。最後にこれからのですね、ラグビー、それからオリンピック・パラリンピック、分かっている限りで結構なんですけども、はい、ご予定をお聞かせ願いたいと思うんですが、はい、まずは、まあ、2019年、ラグビーワールドカップの本番ということで、まあ、9月から11月8試合が調布市内でも行われる、まあ、これは前回も申し上げた通りでございますが、実は一方で、2020年、オリンピックとパラリンピックの、まあ、前年前の年ということもありますので、さまざまな競技でテストイベントというものが、うん、行われる予定になっております。まあ、すでに公表されたものだけでも近代五種、うん、それから自転車のロードレース、うん、それからバドミントンと、うん、まあ、いずれも市内で行われるということになっておりますので、まあ、ラグビーを楽しみつつオリンピック・パラリンピックの方もぜひイベントの方にも参加していただいて楽しんでいただければというふうに思っております。今回の調布ワクワクステーションは、今年行われるラグビーワールドカップについて、調布市生活文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック担当部長の小林達也さんをお迎えしてお送りをいたしました。お話を伺ったのは昼尾信義でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでもご覧いただけます。本日の小林さんのお話の様子もご覧いただけますので、ぜひご覧ください。これからも調布で活躍されている方にお話を伺いますので、お楽しみに。今年から前編後編2回に分けてお送りをいたしております。この放送の再放送は1月28日にされます。聞き漏らされた方は28日をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。